逆転してさて、てことで今回も逆転裁判やっていきましょう。てことで前回からちょっと期間空いちゃったんですが、今回は続きということで第2話逆転姉妹やっていこうか。まあ、この感じ、まあ、もう見るからにしてこの左上の2人が怪しさ満点なんだけど、まあ、十中八九この左上のやつが犯人でしょう。それじゃあ早速やっていこう。逆転姉妹開始します。プルルルルプルルルル、はい、あやさとですけど、あ、あやさとさんだね。もしもし、あ、ち、ん？あ、もしもし、私よ、ちひろさん、あ、逆転芝居ってそういうこともしかして。あやさとちひろさんの、なんか姉だか妹だかが出てくるってことかな。あ、あ、だよね、ちひろお姉ちゃん、どうしたの？珍しいね。ごめんね、最近忙しくて、どう？元気？もう、かわいい妹を一人でほったらかしにして、ひどいな。なんて、大丈夫だよ。もう慣れちゃったから、一人暮らし。そう、ありがとう。あのね、実はちょっと頼みたいことがあるの。あ、わかった。また証拠品預かれって言うんでしょ？よくわかったわね。今度の事件、ちょっと話が大きくなっていてね。裁判の日までそばに置いておきたくなくて。へえ、で、今度は何？置き時計。え、これもしかして、違うかな？え、でも証拠品って言ってたからな。この間もらったやつ？やはりから。時計？そう。ああ、そうだね。考える人の形をしていて、なんと喋るのよ。あなた好きでしょ？こういうおもちゃみたいなの。ああ、また私のこと子供扱いした。ごめんなさい。あ、でも、今この時計、喋らないんだ。なんで？つまんない。さっき、時計の機械を抜いちゃった。じゃあ、ねえ、今、何時だと思うみたいな。あの機能はなくなっちゃったんだ。代わりに、書類が入ってるの。書類？それが、あ、なるほど。証拠品っていうのはこの置き時計自体じゃなくて、その中に入れてるやつが証拠品なんだ。なんか話がそれっぽくなってきたね。じゃあ今晩の9時頃事務所に来てくれかしら。裁判の打ち合わせ多分その頃までにかかるから。お姉ちゃん、また何か美味しいごちそうしてよね。あ、味噌ラーメンがいいの。味噌ラーメンいいよね。僕ラーメンの中で味噌ラーメン非常に好きっていう。はいはい、じゃあいつものお店行こうね。やったー、約束だよ。じゃあお姉ちゃん、また後でね。うん、待ってるわよ。迷い怖いな、そのピーって音。やめて、その、なんか怖い音。ただいまの通話、録音しました。9月5日、午前9時27分。なんだ？なんか関係してきたりすんのかな、わざわざってことは。9月5日、午後8時57分、綾里法律事務所。じゃあ、ミス千尋、もらっていくよ、書類を。なんだ？悪いけど、渡せないわ。ここにはないもの。ミス千尋、嘘は下手みたいだね。ちゃんとあるじゃないか、そこに。書類を飲み込んだ。考える人がさ、あんま飲み込んだってなかなか言わ、飲ませてんの、まさか考える人に。口の中にグッて押し込むタイプ。どうしてそれを。Don't you know? 知らないのかい？僕は情報集めるのが仕事なんだよ。油断したわ。ふん、勇気。それと、ちょっと気の毒なんだけど、君には約束してもらわなきゃならないことがあるんだ。エターナルサイレンス。永遠の沈黙。おね。いちいち今し腹立つな、こいつ。え？やっぱお前じゃーん。こなか。え？千尋さん死んだ、もしかして。9月5日午後9時8分、綾里法律事務所。え？そういうゲーム？仲間がちょっとずつ死んでいくゲーム、もしかしてこのゲーム。そんなことある？ふぅ、すっかり遅くなっちまったな。
おかしいな。所長帰っちゃったのかな。妹さんが遊びに来るからご飯食べに行こうって。なんだこの匂い。千尋さん、所長室か。いやもうあれ完全に死んでたよね。いや死んでるかわからんけど、一応調べる？一応ね、なんとなく、まあなんかあるかもしれない。全然何もなかった。ごめん、行くわ。所長室がすごい荒らされています。血の匂いだ。お姉ちゃん。誰かいる。所長。これは死んでますね。君は、所長死ぬのか。これ妹さんだよね、多分。気絶した少女を事務室のソファーに寝かせて、僕は所長のそばに戻ってきた。所長の体にはまだ少しぬくもりが残っている。肩を抱く僕の手を通してはっきりと感じることができる。でも、そのぬくもりは急速に、そして確実に、この手から失われていった。所長、どっち？失われていったってこと？所長は死ぬの？所長、見るのも、いやでもそうだよな。そうだよな、逆転裁判って殺人事件を扱うわけだから、所長は死んで、その所長を殺した犯人？てかまあ犯人だと思われちゃった人を弁護するわけだよね。多分即死だったんじゃないだろうか。死体のそばに転がっている考える人が狂気か。まあ、さっきのね、いけすかねえやつが多分、いけすかねえやつが犯人なんだと思うけど、それと、所長の体の周りにガラスのかけらが散らばっている。部屋の奥に倒れているガラス製の電気スタンドの破片か？証拠品ガラスの破片。なるほど。他にはもう手がかりになるようなものは、ん？千尋さんの体から何か紙切れが落ちたぞ。なんだろう？迷いって書いてます。でも迷いじゃないよね、絶対に。あの犯人は絶対迷いって名前ではないし、迷ってんのかな。もしかしたら小さな紙切れに血で文字が書かれている。迷いだな。千尋さんが書いたのか。ちなみにこの紙切れはデパートの領収書で昨日発行されたものだ。証拠品のデータを法廷記録にファイルした。まあ、ダイイングメッセージに見えるけど、まあただまあ嘘つきようがあるからな。正直ダイイングメッセージこの感じは、とりあえず調べるのはこのくらいでいいだろう。警察に通報。それにあの女の子のことも気になるな。あれ多分妹さんだよね。でこれはな、これ考える人ね、血がべっとりついてる。なんとも皮肉なことに今度は所長の命を奪ってしまったらしい。もう、もらわない方、これもらったせいってこと？おい、やはりじゃん、犯人、もはや実質。見るのも辛いけど調べないわけにはいかない。ああ、まあこれは同じかな。多分即死だったんじゃないだろうか。まあここら辺はさっき見たから大丈夫なのかな。ガラス製のやつもさっき見たから、どうやらガラス製できた電気スタンドだったらしい。所長の椅子だ。機能重視のシンプルなデザインで座りやすいんだ。そんなこと言ってる場合じゃないってお前。のんきすぎるってお前。さすが、この事件、事務所のすぐ目の前にビルが見える。バンドホテルというビジネスホテルだ。まあ、それ以外特にないと。じゃあ、一応、綾瀬通り事務所戻るか。さっきの女の子は、どこだ？そこのソファに寝かせておいたのに、まさか、逃げたのか？いるね。普通に、うわぁ！脅かすなよ。名前教えてくれないかな。大丈夫、僕はこの事務所の人間だから。迷い、あやさと迷い、あやさと迷い、でもき
と違うと思う。だって違うもん、さっき殺してた人が。殺してた人が全然違うんです。迷いだって。千尋さんが書き残したのはこの子のことだったのか。あーでもまあ妹のことを最後まで考えてて書いたみたいな。いやでもだとしても書かないよな。絶対書かんよな、妹の名前そんな怪しまれるような。ちょっとこの子にあの領収書を突きつけてみよう。法廷で覚えた。あー実生活、はいはい。あ、突きつけるで。あーなるほど。まあとりあえずまあこれ渡してみるか。はい、これなんだけど、千尋さん亡くなる前に自分の地点メッセージを。領収書の裏にね。え、ああ私の名前、どうしてお姉ちゃんが、どうして。お、落ち着いてくれ。なんでお姉ちゃんが私を。う、そんな目で見られてもな。とにかく早く警察を呼ぼう。ああ、それだけか。まあでもね、まあ、僕の予想ではそんなね、まあどう考えても犯人てか、あの紫色の指輪めっちゃつけてるあのおじさんがね、なすりつけるために書いたとしか思えないんだけど、話すでなんかとか事情を聞こうか。とりあえずかなり弱ってみたいだけど聞かないわけにはいかないな。君一体何があったんだい。私が来たら部屋が暗くて、もうお姉ちゃんは亡くなった後だったというわけか。あーで所長との関係、君は所長の、いやさっき妹って言ってなかった。妹です。こんな時間に、お前記憶喪失なん。お前が自分でさ、妹が遊びに来てるって話してなかったっけ。はい、証拠品を扱ってほしいって。証拠品って。はい、考える人の置き時計を。あーまあそれ言ってたね。まあ調べても特になさそうだし、移動もできないというか、まあ視点もって感じだからな。どうしようかな。突きつけるものを弁護士、僕弁護士ですよって言ってみる。一応ね。すいません、あー特にこれすいません、僕もそんないきなり渡して悪かったです。本当にその脈絡、何の脈絡もなく。あーでもこっちも特にないか。じゃあまあ調べればいいのか、ここら辺適当に。はい、来客のスハだ。革張りの高級品だし。あ、それだけか。で、こっちは所長室で通じるドアだ。半開きになっている。ドアノブには触れない方が。指紋とかがついてる可能性がありけり、まあただ大体拭き取られているでしょう。法律関係の本が嫌になるほどビシッと並んでいる。事務所を訪れ客たちは必ずこの本棚にビビる。まあ確かにめちゃめちゃ置いてあるしな、こんだけ読んでんのみたいな。受付に使っているデスクだ。いつも僕が座っている。あーそうなんだ。まあなるほど、くんがなんか受付やってる的な感じなのかな。小さなライティングデスクには事務用品が整然と並んでいる。え、他になんかあるか。あ、これか。大きな絵画、モダンアートというのだろうか。僕にはただの失敗作。お前やめとけって。まあただ僕にも失敗作にしか見えないんですけど。まあね、わかるよ気持ちは。なるほどくん、まあ大体の人はみんなそう思ってると思う。いや待って、他特にないよな。あとやること話すことも全部した。突きつけるなんかしとく。これか、これを預かったんだよねみたいな。考える人のことなんだけど、いやお姉ちゃんはあれで。あ、そっか、ごめん。そうだよな、凶器見せたんだもんな。今凶器のことを聞くのはさすがにひどいな。じゃあガラスの破片見せても。あ、いけるか。所長のそばに散らばっていたんだけど。はい、私も見ました。多分電気スタンドのかけらかなって。うん、多分ね。でもガラス製の電気スタンドなんて珍しいな。あ、え、なるほどくん知らないの。え、なるほどくんこの事務所にいるんじゃないの。何、つい最近来たばっかですみたいな、そういうこと。移動するのも。待てよ、他になんかやることあるか。もう一回見せろ。これ見せてもだもんね、亡くなる前にメッセージだから関係なし。そっか、さっき左側見てたけど右側まだ調べるとかあったわ。はい、これは綾里法律事務所の、なんて読むのか分かりません、長判かな。所長の綺麗な字で数字がびっしりと書かれている。小さなオフィスだけど結構儲かってる。お前本当に良くないよ、人が一人、知り合いが死んでんの。お前もう儲かってみたいだなとか、お前やばすぎ精神状態。あ、そう、警察に通報これでか。んこの電話変だな。
受話器のネジがいくつか外されている、何か細工をされているに、何かの作業を途中でやめたような感じだ。来て？何？早く来て、おまわりさん。え？なんだなんだ？何？窓の向こうで叫び声？あー、こんにちは。あ、さっきの人。さっきの紫の髪のやつと抱き合ってた人。こっちをじっと見つめているぞ。受話器を握っているような、まあ、警察に通報してんだろうね。躍動感すげえな。まあそら、まあね、見つけたらそうなるでしょうって感じはするけど、え、なんかこれ僕怪しまれたりしない？なんか僕すごい怪しまれそうで怖いんですけど。まあ受話器のネジが外されてるだけで、これはちょっと意外なことに所長は機械に弱い。このパソコンもほとんど電子メール専用に使っていた。とても古いモデルをタダでもらって、ああそうなんだ、なるほどね。でこれは所長の大切な資料がぎっしりと並んでいる。事件の調書や最近の判例なんかがファイルされているようだ。何かが抜かれているし、抜かれたりしているわけでもなさそうかな。まあ、他は特にな、あるね。はい、これはなんだ？ごく普通のオフィス用デスクだ。依頼人も使う家具にはたっぷりお金をかけて、自分が使うものはシンプルにというのが所長の、ああ、いい方針だね。そうだよね。お客さんとか来る可能性もあるから、そういう人が使うところはしっかりとしておいて、自分だけのところはね、うん、お金をかけないようにって感じ。あらあら、警察来ちゃったけど、まあ僕も呼ぼうとしてたし、いっかな。パトカーだ。ここへ向かっているみたいだ。あ？動くな！警察だ！まあそうなるよね。まあそう、あ、こんにちは。あ、なんかこいつ見たことあんな。これ、あ、そう、伊藤の子、伊藤の子ギリな、なんかそんな感じやついた気がすんな。自分は刑事課の伊藤の子ギリというものっす。伊藤の子ギリ、変な名前だな。このビルの向かいのホテルの客から殺人を目撃したという通報が入ったので駆けつけたっす。あ、さっきのね。はい。そっか、あの女の人だな。とりあえず、あんたたち、そこを動いちゃダメっすよ。やれやれ。迷いちゃんか。まさかこの子、いやいやいや、あの紫ヘアの男ですよ。うおー、ちょっといいっすか。きゃ、あら、まあでもこれはまあまあまあ、でもそれだけでね、犯人ってまたちょっとね、だって犯人が書いてたもうそんなんみんなダイイングメッセージ書き出しちゃうよ、そんなことしてたら。この迷いという文字に心当たりはないっす。あのそれ、あ、私の名前っすと、これは被害者が血で書いたメモっす。息を引き取る間際、犯人は告発したっす。あ、私じゃりも、こりゃもう決まりつつ、署まで来てもらうっす。え？え？え？いや、ちょっと早くないですか？ねえ、そういうことしてかすぐ冤罪になるんだよ。ねえ、この世界の警察、さっきのやはりみたいな感じになっちゃうわけよ。千尋さんの妹、迷いちゃんは、緊急逮捕された。僕も取り調べを受けて、解放されたのは明け方だった。まぶた重かったが、眠れるわけがない。留置所の面会が始まる。時間を待って。僕はすぐ、迷いちゃんに会いに行った。9月6日、午前9時7分、留置所、面会室。迷いちゃん、すっかり犯人扱いか。迷いちゃん。すごい悲しい BGM。ま、そうだよな。あの時の弁護士さん。おはようございます。おはよう。かわいそうに、ずいぶん疲れているみたいだ。あなたが私の弁護士さんになるんですか？え、それはごめんだね、やばすぎ。もちろんそうだよ、君次第だよ。まあ、君次第だよが一番いいのかな、この中だったらね。でもそれはごめんだね、こんな無理そうなやつ。よし、ジョークの一つも飛ばして元気づけてあげようとするか。あ、絶対ごめんだね、なんて。とんでもねえ空気。まあ、そらそうですね。もう完全に空気読めてない人だもん、なるほどくん。あー、しまった、さすがに趣味が悪すぎたか。は、え、今心なしかほっとしなかった？
え なるほど、君にやってほしくないってこと？あ、いえ、そんな。バレちゃいましたって。バレちゃいましたってなんだ。なんでだ。あ、すいません。せっかく力づけてくれようとしてくださってるのに、気にしないで頑張ってください。こっちが元気づけられてしまった。だって、信じてもらえるわけないもん、私のこと。え？あの時の弁護士さんの目、こいつが犯人だってそんな目をしていたんですか、なるほどくん。そんな目をこの時にしていたの？やばすぎでしょ。彼女を見た時僕はそんな顔で、まあそう見えちゃうのかな。でどっちかっていうと先にさ、迷いさん？迷いさんじゃねえわ、なんだっけ、あや、千尋さんってなるのが先じゃない？それ見て、こいつ犯人だって。ちょっとね、性格が、いや、そんなことは。あ、いいんです、無理しなくても。うん、それに私聞いちゃったから。え、何を？実はこの前お姉ちゃんと電話で話してたの。ほう。あ、これはあのさっきのやつとはまた別か？今日はね、私の部下の初舞台だったの。へえ、そうなんだ。でどうだった？そりゃもうあらゆる意味で大騒ぎだったわ。もうそりゃ大騒ぎでしたね。だって被告人の名前もわからず、被害者の名前もわからず、とんでもねえ野郎だったもんな。正直やばかったわ。こんなこと久しぶり。そうなんだ。出来の悪い部下なんだね。彼は天才よ。まさに恐怖のツッコミ男といったところかしら。彼に足りないのはそう、経験だけ。ふーん。じゃあ私に何かあったらお願いしちゃおうかな。いい？迷い？今はまだダメ。あと3年待ちなさい。無罪になりたかったらね。あー、そりゃあダメっすね。そりゃあダメだ。そりゃあ僕を引き受けてくれるわけはなかったって。まあね、そうだよ、千尋さんは認めてくれてるわけだけど、まあこういうことがなかった言ってることはめちゃめちゃ正しいよ。うん。無罪になりたかったら3年待って、3年待ったら絶対無罪にしてくれってすごいことだからね。ただ、今というこの状況においてはちょっとよろしくない。あ、すいません。失礼なことを言っちゃって。いやいや、もうそこは別にいいんだけどね。うん、結構褒めてもらえてると思うし、まあ、ちょっと恐怖のツッコミ男ってところはよくわかんなかったけど。いやいや、本当のことだし。でも、やっぱり、じっとしていられないんだ。千尋さんをあんな目に遭わせた奴のことを考えると。弁護士さん。迷いさん、迷いさん、迷いちゃん、迷いのこと聞くか、じゃあ。あのさ、前からちょっと気になってたんだけど。はい？どうしてそんな。確かになんかさ、あれよね、千尋さんもなんかこういうなんだこのクルンってなってやつクルンってなってやつあるよね。 この今見切れてるけど、クルンってなってるあれつけてたよね。あ、これですか？これは見習いの修行者が着る装飾の一部です。見習い？修行者？君は一体何なんだ？あ、別に私怪しいものじゃないですよ。ただの霊媒師です。修行中の、まあ霊媒師、まあまあまあ怪しい、まあ霊媒師十分怪しい。まあ怪しくないことはない。うん、怪しくないことはないわ。じゃあ事件当日のことをお聞かせ願おうかと。事件があった日のこと聞かせてくれないかな。はい。あの日の朝、お姉ちゃんから電話がありました。今度の裁判の証拠品を預かってくれって。証拠品？はい、考える人の置き時計。やはりの作った例のやつか。でもなんであんなのが証拠品なのかな。なんか書類入れてたんだよね。なんででしたっけ。忘れちった。あ、そうだ、よかったらその時のお姉ちゃんの話聞けますか。あー、録音してたの？え、聞けるの？はい、私の携帯電話にその時の会話が録音してあるんだ。はい、消し方を知らないから。あー、じゃあ携帯電話多分さ、警察に没収されてるんじゃないか。その携帯電話に録音されてる会話だけど、早速聞かせてよ。はい。あれ、そうだ、電話あの刑事さんが持って行っちゃいました。すみません。あー、そう、そりゃそうだな。
わかった。今度刑事さんに会ったら聞いてみるよ。じゃあ忘れないようにメモを書きますね。ありがとう。迷いのメモ。私の携帯電話にはお姉ちゃんと話したことが録音されています。なるほど。で、事件当日、これはさっき聞いたけどチェック外れてるけど、これは別に同じなのかな。嫌なことを思い出させて悪いけど。気にしないでください。最近はその話ばっかり繰り返していたから少し慣れちゃいました。あの日の朝、お姉ちゃんから電話がありました。これはさっきと違うね。今度の裁判の証拠品を預かってくれという話で、やはりを作った考える人、ある種連続殺人犯とも言うべき代物。嫌だな、まあ、言ってたもんな前回、考える人があんな事件を起こしてしまうなんて言って、これのことだったんか。それで事務所に着いたのか。ちょうど9時くらいでした。で、電気が消えていて、そして血の匂いがして、そしてお姉ちゃんが。わかった。もういいよ。ありがとう。まあそれ辛いだもん。辛いだろうもん。だれ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 。口が回らない。辛いだろうもんね。辛いだろうもん。ダメだ。口が回らない。辛いだろうからね。さあ、霊媒師行くか。じゃあ、これがな、まあ、そんな関係あるかわかんないけど、君は修行中の身なんだ。その霊媒師の、まあ、お姉ちゃんもつけてたことから、まあ家系的にそうなのかな。そうですよ。あやさときはとっても霊力が強い家系で、特に女性は。ちょっと待って。あやさとけってことは千尋さんも。もちろん。キャリアウーマンになるって急に山を降りちゃったんだけど、キャリアウーマンが何なのか知らなさそうな言い方だな。お姉ちゃんの霊力、ほんとシャレにならなかったんですよ。知らなかった。あの千尋さんが、それ千尋さんさ、なんかいけないのかな、被害者の霊を呼び出して。ああ、なるほど、この人は本当のことを言っているみたいなことを理解してしまえば、完璧な最強の弁護士になれたと思うんだけど。ん、待てよ。何ですか。本物の霊媒師なんだよね。はい、修行中ですけど。じゃあ千尋さんの霊を呼び出せばいいじゃないか。まあでも修行中って言ってるからな。本人に直接誰に殺されたのか聞いてみようよ。はあ、すいません。何分修行中の身ですから。そうだよな、言ってたもんな、そんな大それたこと。とてもとても。やれやれ、そんな甘い話ないか。どうしたの。すみません、お願いしたいことがあるんですけど。ん、このメモ、偉い弁護士さんの住所なんです。昔お姉ちゃんが書いてくれて、困った時はこの方に頼めば大丈夫だって。それでよかったら弁護をお願いしていただきたいなって。どうしよう。でも僕が弁護したいからやだ。悪いけど、そういうことは自分でやった方がいいと思うよ。そうですよね。どうしたの。実は警察の人にお願いして何度も連絡してみたんです。全然捕まらなくて。捕まらない？私もう相談できる人いないんです。じゃあ僕しかいないっしょ。そういえばご両親とかは？いないのかな。わかった。僕が行ってみるよ。本当ですか？ありがとうございます。でも、もしその先生に会えなかったらどうするの。その時は国で選んでくれた弁護士さんが来る。いや、もうそれよりかはなるほどくんの方がいい気がするけどね。国で選んでくれた弁護士さんよりは。それはいつ。今日の4時まで待ってもらっています。面会時間ギリギリだな。もう時間がないぞ。わかった、また来るよ。なるほど。じゃあその今言われた弁護士さんのところに行けばいいと。こんにちは。なんかすごい微動だにしていないけど微動だにしていませんね。あなた、面会の様子を監視する監視だ。さっきから全く動かない。さすがプーもプロっていう領域じゃない、人形やんもう呼吸してないもん。呼吸してたらもうちょっとわずかに動くはずなのに、全く微動だにしていない。これはなんだ。あ、手がかり違う、こっちか。へえ、ご丁寧にカメラで見張ってる。まあそらそうだよな、なんか不正とかされちゃう可能性もあるから。まあ今回は冤罪だったけど、本当に犯人だった場合とかね、なんかあるかもしんないから、まあそれはそうですと。で、
星影法律事務所。なるほど、ここにとりあえず行けばいいと。なるほどね。じゃあ僕に頼んでくんないのかな。でまあ僕の予想としてはね、まあここで星影先生なのかな、ちょっとわかんないけど、綾里だから多分星影先生なのかな。星影先生が引き受けちゃったらもう僕のやることなくなっちゃうんで、多分断ってくるんじゃないかな。連絡もつかないって言ってるから、多分その可能性が高いと見てるけど。